こんにちは。では第3回水溶液の濃さの解説を行っていきますので、28ページを開けてください。はい、水溶液、はい、この言葉は聞いたことがある人の方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、はい、水に何か物質が溶けた状態ですねを、思い浮かべてみてください。溶けるとはどういうことなのかっていうところも今日解説をしますけれども、まあ、でなんとなくは分かるんじゃないかなと思います。例えば水に食塩が溶けます、水に砂糖水が溶けます、あ、ごめんなさい、砂糖が溶けますっていうふうにね、何か水に物が溶けたもの、それが、水溶液っていうわけなんですね。はい、ということで、じゃあもうちょっとそのね、溶けるとはどういうことなのかね、ということをまずはじめに、説明をしていきたいと思います。はい、まず28ページ括弧1番水溶液のところですね。はい、この溶けるという言葉をですね、もっと正確に言うとこの溶解ですね。はい、溶解、まあ、これ実は両方とも溶けるとも読むんですけれども、溶解、はい、読んでいきます。はい、物が水に溶けると透明でどこも同じ濃さになる。はい、長い時間置いてもろ過しても水と溶けているものと分けることができませんっていうことがありますね。はい、水に何かものを溶かします。これが水だと思ってくださいね。もともと水が入ってます。はい、そこに例えば、食塩を、溶かします。はい、溶けるということはどういうことなのかっていうと、まあ、次にも書いてますけれども、その食塩の小さな粒っていうのがこの水の中にこう均等にこうね、均等に散らばる状態だと思ってます。はい、もうどこもここもここもここもね。はい、実は水という物質もですね、小さい、本当に小さいんですけれども粒でできてるんですよね。その小さい水の粒の中にこの食塩の粒、あの粒って言ってもあの目で見えるあの粒がさらにもうものすごく細かくなってて、あれもあれのね、何もう10万分の1とかそんなあの割合でですね、ものすごく小さくなった粒だと思ってください。当然目にも見えません、顕微鏡でも見えないですね。はい、ぐらいまで小さくなって均等に散らばった状態、これが溶ける、溶解という状態なんですね。はい、で、今ここで重要なことが出てきます。初めの3行でですね、はい、物が水に溶けると、透明で、はい、透明、これ大事なんですね、透明、はい、線を引っ張ってください。まず透明であること、ね、透明というのは透き通っているってことなんですね。はい、なので透明じゃない液体ってありますよね、泥水とか、あと墨汁とか、分かればね、習字をする時のあの液体ですね、あれはあの透明じゃないですよね。例えばそのリンゴジュースとかでも濁ったリンゴジュースとかありますよね。ああいうのは実は溶けてないんです、ただ混ざってるだけなんですね。水溶液じゃないです、あれただの混合液なんですね。透明というのは色がついててもいいんですけど、透き通ってる、つまり、向こう側が見えるってことですね、簡単に言うですね。そういう状態になるということ、だからまず透明であるということ、でどこも同じ濃さになるということ。例えば食塩を溶かします、上がすごく辛いけども下がなんか全然辛くないんで、そういうことは絶対にありません。完全に溶けている状態ではどの場所でも同じ濃さです。例えば食塩水だったらどの場所でも同じだけの辛さね、砂糖水だったらどの場所でも同じだけの甘さということになるということですね。はい、それがどこも同じ濃さになるということのイメージだと思ってください。であと、長い時間置いてもろ過しても水と溶けているものを分けることができない、ね、ずーっと置いてたらそのうち食塩が下の方に溜まってくるかな、溜まってきません、溜まってきません、
泥水とかだったらずーって置いてると泥が下に沈んで、この沈殿っていうんですけどね、下にね物が泥が溜まってあるとかすることもあるんですけれども、うん、こういう完全に水に物が溶けた状態、水溶液では絶対にそういうことはありえないです。はい、そのままずっと置いててもですね、うん、あとあのろ過って覚えてますかね、あのろ紙というあの白い紙にすごく小さい細かい粒がついてて、粒の大きいもの、まあだから水溶液じゃなくて、あの例えばその泥水とかだったら、その中に溶けてる泥っていうのはそのろ紙の中の粒よりも大きいので、ね、そのろ紙の上にこう取り分けることができるね、はい、だから、泥と水を分けることができるんですけれども、うん、もう一旦こういうね溶解という状態になると、もう粒がさっきも言ったようにね、もう目で見えるどころか目で見えないどころか、顕微鏡でも見れないぐらい小さくなるので、そのろ紙の穴すらも通り越えてしまう、通り抜けてしまうわけですね。だからもうそのまま分けることができないわけですね、ということなんです。はい、それが、水溶液と呼ばれるものの性質ね、ただの、物質が混じった状態とは違うということをしっかり頭に入れておいてくださいね。はい、で、これですね、3行目のこの図1、はい、見てください、はい、砂糖の溶け方、はい、まあこれはね実際こうなってるかというよりも、まあこういうようなイメージで見ましょうねっていうこと、これを模式的に、まあ、模型でね表したようなものだと思ってください。図1は砂糖が水に溶ける様子を模式的に表したものです。水に溶けるとき砂糖を作っている粒が水の中で一つ一つに分かれて、もともとはねギュッとこうあの固まってるんですけども、それが一つ一つに分かれて、はい、水の粒と一様に混ざります。一様にということはあのどの場所でも同じようにということだと思ってください、ね、ある場所ではものすごく集まって、ある場所ではあの全然ないとかね、そういうことではない、そう全部同じバランスよく、ね、どの場所でも同じようにっていうのが一様にっていうんですね。はい、水の粒と一様に混ざります。5行目ですね。はい、この粒はとても小さいので、とてもどころかめちゃくちゃ小さいんですね。とても小さいので、ろ紙の目の隙間を通り抜け、そこに沈むこともありません。はい、このように物質が小さな粒となって水のような液体の粒と混ざること、まあ混ざるっていう言葉が出てきますけど、まあとにかくものすごく小さな粒になった状態で一様に広がることだと思っていいと思いますね。はい、これを溶解と言いますよってことです、ね、難しいことは置いといて、ただ物が混じっているだけ、ね、粒が大きい状態で混じっているだけの状態とこのね溶解っていう状態の違いをしっかり分かっておいてくださいねっていうことなんですね。